さあ、神さん。はい。いらっしゃい。いや、ご無沙汰してます。着いた早々、いきなりで申し訳ないですけど、着席いただいて。もう着いたらこの画面になってたからね。早く見ないとさ、戻っちゃうからさ、うん。うん、狙いすまして戻してあるから。とりあえずこれはもう撮らないと、ね。そう。息つく間もなく撮り始めましたけど。スイッチがスリープモードになる前に。パトロール、九段のパトロールですよ。いつもの。やっていこうと思うんですけど、前回最後、戦国無双。うん。5だっけ？ 5。5。飲まれました。やっぱもう数ヶ月開けるとなくなっちゃうんだな、うんね。出るペースが早すぎて、うん、バルーンポップになっちゃったよ。うん、ちょっといやマジで飲まれないようにするにはパトロール専業にするしかない。パトロール専業はちょっとな。副業ですから ね。まあちょっと気になるタイトルがあったらね、また見ていきたいなと思うんですけど。やっぱインディーズのゲームが多いね。多いね。左のエニグマティスは、誰だいその手前の女の子は。一応見るかい。顔がさ、おばあちゃんじゃない？ 3 なんだな。3だな。探偵シリーズのフィナーレ。探偵シリーズなんだ。ほら、もう、おばあちゃんの顔してるのよ。そんなことない。いやいや、まあ、モンゴロイド系ってことでしょ。ああ。我々、モンゴロイドですよ。あ、でも、南米なのかな、舞台はね。探偵なのか、なんか、考古学者なのか。なんか、よくわかんないね、世界観が。世界観があれだね。あ、これだけか。悪魔的な牧師の足跡をたどり。これやっぱ1と2やってないとダメだ。全然わかんないんだな。うん。カークハラ山。カークハラ山ですかね。秘密は暴行。泡きてえな。やばい。まず、1単語目で悪魔的な牧師って、ちょっと興味を引かれてしまいますよね。それがなんかシリーズ通してのボスみたいなことなんだろうね、きっと。そうなんかね。主人公である探偵とパートナー。ああ、二度逃れてる。二度逃れてるから。そうか、ワン、ツー、共に。ワンから出てるな、この感じは。伏線を張りつつ、スリーなんだね。今度は当然、感情的だ。日本語訳。この日本語いいよな。うん、味があるよな。日本語訳で悪魔的な牧師になったんだろうね。これじゃあ、ちょっとワンとか見れるかな、これで。見れるんじゃない？この辿り方をするのは初めてですね、多分ね。あ、あるあるある。ある？あ、もっと下か。エニグマティス。エニグマティス1と2でしょ。ある。あるね。2がない。1。1。2がない。なんでだよ。すごい。2用意しといてくれや。そうだよね。2が気になるなぁ。3買った人。3気になった人はまず1と2見ようってなるよね。絶対このなんだろう、レンタルビデオ店でしか経験しない。2がないよ。1と3しかないよみたいなね。ああ、エイリアン2が見たいのに。でも探偵はクリークの古来の謎をあえて解くつもりですか。あれ非常にシンプルです ね。説明がね。探偵も牧師も1のあらすじには出てきてないね。悪魔的な牧師が出てこない、ね、そうなんですよ。世界征服どうつながるのかが想像してみましょう。太陽が沈むとき、激しい嵐の後での目覚めを、あなたは道路脇にあるごく小さな町の郊外にいることに気づきます。あなたの体は最近起こった、あなたが思い出すことはできない、あるいは思い出したくない劇的な出来事を思い出し、背筋に震え感じます。これだけだとちょっとわかんないね。わかんないね、全く。お、あ、でもこういう絵柄なんだ。これ普通に面白そうだけどな。これやりたいわ。2がないですけどね。そこが一番の弱点だな。あと多分なんだけど、このあらすじの文面を見るに、うん、あの日本語もやっぱ、あ、どう訳した日本語的な感じになってるか、ね、確かにな。わざわざ日本語テキスト用意してないと思うんだよね、ちゃんとは。まあ、ローカライズはされてんでしょうけどね、そのクオリティがっていうことですね。そうそうそう、日本語訳のクオリティの問題があるよね。おお、源平東馬伝。あ、そっち。そっち。いやいや、ドキドキ文芸部も見えてるけどさ。
源平闘魔伝。これは昔のアーケードゲームなんですね。そうですね。ファミコンでも出てた気がする。これとかファミコンっぽくない？この一個左のやつ、これこれこれ、うん、確かね、なんかファミコンで、うん、花札みたいなカードと一緒にでっかい箱で出てるんですよね。そう、平の過激を、魔界源氏頼朝を倒すため鎌倉へ向かいます。頼朝になっちゃうんだな、やっぱな、うん、頼朝はなんで悪役になってしまうんだろうな。やっぱ義経を殺しちゃってるからじゃない、うん、義経主人公のものが多いとやっぱ ね、平家と頼朝を悪役にせざるを得ないよね。これやっぱね、あの兄弟で男兄弟の長男なんで、兄に感情を引入するですよ。頼朝側に、頼朝を応援するんだよね。つまりだいたい悪役になるから辛いんだよね、うんうん、まあ俺も一応兄だから分からなくはない。弟はいないから、まあそうだよね、うん、妹さんですもんね。そうやっぱちょっと違うと思いますね、そこはね。魔界源氏いいな、覚えとこう。アクションゲームですね。ですね、うん、一応見るか。一応見とく。もうスイッチ版とかのさ、うん、でちょっと気になってるのが、パソコン版の時ってネタバレにはなっちゃうんだけど、うん、そのパソコン内のデータを参照することがあるじゃない。でしたね。そこの描写ってどうなってんだろうね。ね。スイッチの。俺も全く同じ気持ちですけど。ああ、やっぱり。セーブデータを参照して何かするのかとかさ、うん、そこだけちょっと気になってる。あとプラスの追加要素、ね、ガミさんと一緒にやろうとして、はい、もう配信で見たよみたいな感じだったので一人でやったというね。すごい曰くつきのゲームですけども、すごい嬉しかったあの時は。ざまみろ。一人でやってよかったなと本気で思ってますけどね。で、あの撮り終わった後すげえ面白かったから、うん、語りたいなって思ってガミと喋ろっかなって思ったんだけど、もう覚えてないよ、覚えてないよ。人ので見ただけだからさ。殺意を覚えたんだけど、あのね、もう本気でね、今これを見てるでしょ、うん、見てモニカと誰だっけみたいな。名前が出ないレベルで。モニカはでも覚えてる。モニカはさすがに。さすがにっていうのもあれだけど、仕方ないから一人で感想会6パートぐらい、うん、4パートぐらいかな、4パートぐらい作っちゃった。あら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 、アミと一緒にやってたら多分5分で終わってたんだ。いやさすがに、これ名前見れば思い出す。ああ全然覚えてますよ、名前見れば、うん、あこの子がさよりでこの子が夏希だなっていうのはちゃんと。それはそうだ。そこ外されたらちょっと本当本気で残念な気持ちになってしまうな。何もない状態だとモニカ以外はパッとは出てこないね、うん、そうか。誰推し、まあ、モニカ、いやいやなんだ。軽い推しだな。推しっていうかさ、なんかみんな重いよね、うん、重い、うん、怖いというか設定がね、うん、ホラーゲームのキャラを俺好きに、ホラーっていうのもあれだけど、うん、ね、あんま好きにはなれない。もうここサイコホラーストーリーって歌っちゃってんだよ ね。難しいとこですよね。確かにサイコホラーストーリーではないと思って遊ぶのが一番楽しいと思うんだけど、うん、でも言わないと、でもクレームつくでしょ、ね、そうなんだろうね。恋愛アドベンチャーって出したら、うん、ね、ね、まあでもこんだけ有名になったらなんとなく知ってるんじゃない、大筋は知らなくても。そうだよね、なんかどんでん返しがあるちょっと怖いゲームなんだなっていうぐらいの知識は持ってる人多いと思いますよ、うん、だから初見実況動画は多いと思いますけど、大体いやなんかギャルゲーっていう噂を聞いてっていう。ここには触れずに行くでしょ、みんな。サイコホラーストーリーには触れずに行くでしょ、みんな知ってるでしょって思っちゃうけどね、うん、でもそうスイッチ版だとそれが通じないからね。うん、最高フローラーストーリーらしいんですけどって言ってやらざるを得ないからな。実況者泣かせだよな。うん、
懐かしいな、うん、もうこれは見たことないな。サイドストーリー分をチラ見せしてきたんだ、チラ見せしてきたな。あのなんかね、すげえやりたいなっていう気持ちと怖いっていう気持ち、そのサイコホラーストーリー的な怖さではなくて、自分がすごい楽しんだものがこうちょっと追加になって出てきた時の怖さないですか、うん、なんとなくわかりますよ、うん、その追加部分を気に入れるかどうか、ね、そうそこを楽しめなかった時、もともとすごい評価が高い作品なのに、うん、ちょっとそれが傷になっちゃう、なんか万節を怪我す的な。なんかね、うん、ありますよね。秀吉の朝鮮出兵みたいなことでしょ。それよ。それよ、これさえなければな。そうそうそう。地球防衛軍3。地球防衛軍はメジャータイトルですよね。メジャーですね。シンプル2000から。そうだよね、うん。シンプルシリーズで一番とされてるやつ、ね、そうそう。大出世作ですね、D3 の。ファミンチにあったっけ？あったね。ワン、ツーあった。これ、アリとか、なんか虫と戦うやつですよね。そうそうそう。最終的には宇宙人なんですよね。最終的には宇宙人なんだ。ちゃんとやったことないな。ああ。俺実は全部やってるんだよ。好きそうだもんな。うん。あ、こういう怪獣とも。怪獣。基本生身なんですよね。あって戦車とか。主人公たちは。うん。で、その、まあいろんな陛下があるんだけど、こういう。うん、3だと、このスイッチ版だと 2種類いるはずなのよ、陛下が。少ないね。思ったより少ないな。陸戦兵しかいなかったからね、3は。ああ。3はね、最初はあの元は1のリメイクなんですよ。あ、そうなんだ。うん、へえ。なんで、あの、最初はこの陸戦兵っていうキャラしかいなくて、2で、あの、ペイルウィングっていう空飛べる女性隊員が増えたんですよね。それを逆輸入したのがこれかな。なるほど、2の要素を、うん。そう、3に持ってきて1のリメイクにしたんですよ、まあ、プレステ2ですもんね、最初はね、多分ね、うん、すごい進化してるね。街を破壊して回るだけで楽しかったから、ね、確かにな。ブラストドーザーとかな、まあ、それは64ですけど、 そうそう、それだけで神ゲーって言ってた。なんかビル壊せるゲームめっちゃ好きだったからな。好きに物が壊せるだけでね。延々やってられたから、その辺も壊せちゃうの？壊せちゃう。敵だけじゃなくて。そうなんです。ビル壊せます。なんだろうね、あの、子供の破壊衝動というか。なんでしょうね。今だともうちょっと、ビルの中で仕事してる人とかもいるだろうっていうね。その生活を、うん、想像力がちょっと強くなりすぎてしまって。ダメだろ、そんなことってなっちゃうね。知識がね。そうね。自分の体験とともに増えていくからね。うん、でこれはやっちゃダメみたいな意識も形成されてっちゃうからね、だんだん。すごいね、高額ですね。光栄だ。あ、光栄なんだ。ブルーリフレクション、タイ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 といえば我々、ミカドってタイってタイなのかな。はあ、うん、かわいい。あ、でも光栄って言われたら光栄の絵だなってなるね、なんとなく。上司だね、うん。アトリエシリーズみたいな。ああ、ソフトも高いわ。魔改造水着セット、制服すごい、なんかセーラー服と水着を組み合わせてるぞ。魔改造施設セット、魔改造っていう言葉好きだな。この辺のダウンロードコンテンツが一緒になってんだな。でも1500円ぐらいですね、ダウンロードコンテンツが。あの最後の夏、私たちは本当に大切なものを探す旅に出た。あ、岸田メルさん、岸田メルだからやっぱアトリエの人っすね。これは RPG なのかね。なんだろう、学校開発。あれでもコマンドバトル、プールプロ、アドベンチャーと RPG とシミュレーションを全部組み合わせた感じ。恋愛シミュレーション RPG みたいな。みんな女の子だな。ね。いかついおじさんは出てこなそうだ。スベルドゥズ。いかついおじさんがね、出てくると、
ね、魔改造水着を着ないといけないいかついおじさんのなんでもてなしにゃんにゃんもてなしにゃんにゃんだってなんだいもてなしにゃんにゃん多いなもてなしにゃんにゃんほぼ水着ですがな声もやってんな水、水を浴び水浴びワンガ水浴びやいやあまあ文字列は、ね、ゆるゆるアワビーンかなそれその見間違いはしなかったそっかすごいねなんかピンポン言ってますよ大丈夫ですか大丈夫ですか64のやつ64のやつスイッチオンラインの64のやつはまあ世代ですよねもうすぐバンジョーとカズーイ追加らしいですよあこれからなんだこれは確かまあちょっとこれをいつ撮っててでいつ動画として上がるかがねそうだねあれだからねでもあの名作の数々がオンラインついでにできてしまうっていうこれ64はまあ世代ですし、うん、もちろん持ってたんだけど、うん、意外にソフトの本数はそんな持ってなくてスターフォックスとマリオカートだな、がっつりやったの。ああ。時のオカリナもあったけど、俺ちゃんとやってないんだよね。確かに世代的にはプレステ、セガサターン、64じゃないですか。うん。ゲームの世代的には。セガサターンとプレステに比べると、そもそも発売本数めちゃくちゃ少なかったよね。ああ、そうだよね。うん。やっぱ高かったしな。俺もマリオカート、マリオ64、スターフォックス、まあ、スマブラ、ゼルダあたりはね、めちゃくちゃやりましたよ。あー、ゼルダもやってたのか。やってた、やってた。もともとさ、マルチタップがついてる感じでさ、そうそう4本コントローラー最初から4本させられるからね、うん。あれがね、いいんですよね。みんなが集まってやる分にはね。うん、でもね、新品1個しかついてないんですよ、コントローラー。新品あ64ハードには1個しかコントローラーブロスがつかないから、うん、確かになだからみんなも持ってきてたよねもコントローラーをねうちは揃ってたああまあめんどくさいからな、うん、俺も弟とやるから2個はあったけどね あともう友達に持ってきてって言ってやってたな 3D スティックがダメになるんですよねダメになるうんものすごい力で押し込むから。そうそうそう。スターフォックスやったな。コントローラーひどいやつはもうさ、スティックが倒れきっちゃってて、うん、スマブラでスマッシュが打てない状態になってて。いつもハンデで俺はそのコントローラーを使ってやってたよ、スマブラ。マリオストーリーもできるようになるか。マリオストーリーも実装されたんじゃないかな。マリオストーリーやりてん。マリオ系の RPG って俺、最初のスーファミのやつしかやったことないんだよね。マリオストーリーって紙のやつペーパーマリオはまた違うのかまた違うんじゃないかなあフルキスとフルキスの S かああすごいなんかキスフルキスだらけじゃえプチキスもあるかもしれないどれがいいあえて合鍵じゃない合鍵3かい合鍵これあれじゃないこれ見たやつじゃないかなこれね、一番サムネに惹かれた。よりどり緑だったな。いや、本当に選びたい方だよ。今回なかったのにな。見てないなってうすうす思ってたんですけど。年下おさん。うわあ。靴下。靴下履いてほしいね。いや、これでも。意見の相違が。年下幼なじみとのストレスフリーなイチャラブストーリーかい。人気まあ3まで出てんだからそら人気ですよね原画に銀太郎先生シナリオライターにもみあげルパン R 先生おなじみのスタッフが、もう分かるんだろうなこの人の名前が出た瞬間にその道の人たちは、うん、怖ないあんまもみあげルパン R 先生か買おうってなるのやっぱちょっとギャルっぽい見た目なんだな今日も来てるな先輩おかえりこの辺を考えてんだろうねもみあげルパン R 先生がななるほどね、うん、こんなのあったらいいないいなもみあげルパン R 先生の理想を叩きつけてるわけですね
やだいぶだいぶ取ったんじゃない、だいぶ堪能したから、ちょっとここで締めときますか、ね、スパロボ、スパロボ30デジタルデラックスエディションですかね。うん、これは持ってんの？持ってますもちろんです。このデジタル、スパロボ前も見たよな、なんかの T かなだったっけ、うん、ああコンバトラー出てんだね。そうなんです。でなんとダウンロードコンテンツにボルテス5がいる、ダウンロードコンテンツになっちゃったんだでダウンロードコンテンツ買うと、コンバトラーとの合体攻撃が、なるほどね、それはまあ揃えないとな。そうなんですよ、そういうタイプのロボットもいるんだね。ダウンロードコンテンツが結構いますね。あ、ジェイデッカー、はい、Jデッカ出んの？ Jデッカ出るよ。Jデッカめっちゃメインどころよ。マジで。Jデッカ好きなんだよね。勇者シリーズで一番好き。あ、そうなんだ。あ、でも確かに世代はその辺かな。俺も。でも俺はダガーンまでしか見てなかった。そっか。これ、Jデッカ以外だと、前のやつにあれも出てました。マイトガイン。マイトガインは人気だよね。マイトガインいつも出てない？スパロボ。そんなことないか。最近のはよく出てるね。うん、VXT。これ知らんな。これは、小説家になろうっていう小説サイトあるでしょ。はい。なろう系のやつですね。なろう系が書かれてる。そこ発のロボット小説が、あるんだ。そう、ラノベになってアニメ化して、ついにスパロボに出たんです。すごいね。だからこのエル君は下克上だね。プラモデル作りが趣味のサラリーマンが転生した姿。やっぱ転生ものなんだ。転生してるの。ああ。転生ものじゃなくてもいいんでしょ、小説家になろうって。そうだよ。まあでもそこは乗っとるんだろうな。そうだね。流儀にな。とグリットマンね。グリットマンね。どうだい。すごい刺激されんな。でもグリットマンってロボットなの。特撮もののイメージありますけどね。まあでもアニメになってますからね。アニメが SSSS グリッドマンっていうのが出てて、うん、そっちか。そっちですね。あ、そっちか。ただ、うん、ただ、おい。ただ、何めっちゃ溜めてくる。ミノさんばりに溜めてくるの。グリッドマンの最後のボスと戦うときに、うん、これがグリッドマンの真の姿だって言って特撮バージョンのグリッドマン出てきて、BGM が夢のヒーローに変わります。グリッドマンってやつ、ベイビーダンダン。いやグリッドマンはリアルタイムで見てたし、あと夏休み絶対再放送してたのよ、ね、毎年やってたかも、うん、で割と心に刻まれてんだよね、うん、昔のね特撮のやつがね。そしてグリッドマンって元ネタウルトラマンでしょ、多分。まあ元ネタっていうか、まあ円谷、ね、に許可を得てみたいな話があって、うん、なんとダウンロードコンテンツにウルトラマンが、マジ雑色だなスパロボ。ああ、これが本体の方か。追加コンテンツ見るともうね、ああでもこう まとめられちゃってるのね。まとめられてるのがこのデジタルデラックスパッエディション、これガンソードか。そうそうそう、うん、いやもうね、スパロボは F とアルファ、うん、アルファガイデンもちょっとぐらいしかやってないから。ああ、一覧が見れんだね。ああ、エルガイムいいんじゃん。いるよエルガイム。あ、そう、エルガイムが超久しぶりに、あ、久しぶりなんだ、うん、強いんだこれが。キャオも使えるかい。キャオは使えない。あのね、うん、最近のシステムなんだけど、サポートキャラっていうのがいて、うん、誰でも使える精神コマンドみたいなのがあって、はいはいはい、それはサポートキャラっていう、パイロットじゃない人たちが使う精神コマンドみたいなやつなんですよ。アストナージとか、あれでしょ、ダンバインでいうチャムファウみたいなもの。チャムファウは乗ってんのよ、出てないけど。それと違うの、うん、サブパイロットじゃないの。そのサポートキャラの精神コマンドとかのリストみたいなのがあって、そこにキャオはいる。アムとレッシーは使えるよ。あー、レッシー使えればまあいいか。あとクワさんオリビーな。クワさんオリビーな、うん、クワさんはクワさんオリビーから名前を取ってるっていう説がね。そうね。ただ、マクトミンの真似をずっとしてましたけど、ね、中学時代、うん、俺もさ、野球部に、うん、クワさんのことをオリビーオリビーって言ってた。マジで
俺それずっとね、なんでオリビーなんだろうって思ってたんだよね、うん、ガミですら気づかない分かんなかった本当にみんなやってたからなスパロボあのね、俺 F やってなかったから64とアルファなのよ俺は。ああ64もアルファも出ないもんね。そう L が見ないから全然知らなくて。そうか、お前はキャオ好きだったじゃん。俺はキャオ好きだった。だからキャオはなんとなくあのエルガイムのキャラなんだなっていうのは知ってたんだけどなんで好きかっていうと大塚ホーチグだからなんだヤザマも好きだったじゃん。まあちょっと考えたいですねスパロボね、うん、ぜひぜひ、うん、って感じですかね今回はね。だいぶやりましたねスパロボが俺一番楽しかったな食べてて、うん、いや長尺でしたよだいぶ削るだろうな。いやわそのセンスに任せるわちょっと白く体の話で盛り上がりました、はい、じゃあこんな感じでまた定期的にねバトルをやっていきましょ う,、はい、ましょう。今回はスパロボサーティまで、サーティまで、はい、ありがとうございました。